2022年11月29日ウクライナのレズニコフ国防相が、以前からフランスが供与を約束してくれていた多連装ロケット砲システムマースが、我が国に到着したと発表し、このことはマクロン大統領とゼレンスキー大統領の友情の証であり、フランスのルコルニュ国防相及びフランス政府、そしてフランス国民に感謝するとして謝意を述べたよ。アメリカをはじめとするいろんな国がウクライナを支持して、いろんなものを供与してくれているよね。各国の支持があってこその戦いだからね。もちろん、あまり肩入れしすぎてロシアを刺激するのも得策ではないことは、頭に入れておくべきだが。さて今回は、フランスからマース供与されたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。フランスがウクライナに供与したのは、アメリカが自分の多連装ロケット砲システム M270 をヨーロッパ向けに改良した M270AH に相当するマースで、今回は2両供与されたもので、11月20日にウクライナ軍に引き渡されたんだよ。これによってウクライナ軍に供与されたマース、ロケット弾6発入りのランチャー2台を搭載できる M270 が派生型を含めて、イギリス6両、ドイツ5両、フランス2両で13両となり、アメリカから供与されていて、ロケット弾6発入りランチャー1台を搭載可能な M142 高機動ロケット砲システムハイマース18両と合わせて計31両となったが、11月末時点でこれらがロシア軍によって破壊されたとの情報は一切入っていないんだって。これらのマースではランチャーが共有されているため、アメリカ軍がウクライナ軍に提供している長射程の G マースロケット弾も共有が可能であり、ウクライナ軍が南部ヘルソン州のドニプロ川西岸のロシア軍に対して補給路や兵站集積施設などを攻撃し、ロシア軍を弱体化させたことで名を挙げたハイマースが4両増強されたのと同じ火力増加が期待されているよ。ロシア軍の後方兵站攻撃に使われた G マースとは 90km の長射程と GPS 精密誘導によって、ピンポイントでの砲撃が可能な全天候対応型の 227mm ロケット弾で、発射後に本体に収納されている4枚の翼が展開され、GPS 誘導によるピンポイントな攻撃が可能であるみたいだね。現在 M30AHA2 と M31AHA2 があるが、M30 も M31 も最新型の A2 型は2022年から生産が始まったばかりとされ、アメリカ軍自体にも在庫が少ないと見られていて、ウクライナには AH 型が供与されていると見られているよ。しかし、これらウクライナ軍に供与されたマースが同時に一斉射撃を実施した場合、ハイマースから6発×18両、M270 から12発×13両が発射されることになり、一撃合計は264発となり、例えばこの攻撃を1ヶ月毎日実施したとすると、7920発もの G マースロケット弾を消費することになるね。これはアメリカ軍が年間に調達する 227mm ロケット弾総数3000発から5000発を大きく上回る数量であり、ロケット弾の製造元であるロッキード・マーティン社が1年に生産できる G マース弾の数量が約1万発であることなどから、アメリカ軍としてもウクライナ軍に湯水のごとく G マースロケット弾を供与することができないのであるみたいだよ。このところウクライナ軍は報道管制を敷いているのか、G マースロケット弾を使用したウクライナ軍側が発表する戦況が入ってこないのであるけど、一つにはウクライナ軍の保有弾数も減少しているために補充を待っている可能性が指摘されているんだよ。ロシア軍の精密誘導ミサイルやその他の弾薬などの枯渇が噂されている中、アメリカ軍の弾薬余剰在庫もまた少なくなっていることが報じられていたが、ウクライナ軍が攻勢をかける際に必要な数量の確保が難しくなっているのかもしれないね。また、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国から供与されている、多数の 155mm 榴弾砲の通常砲弾についても、その供給に問題が生じていると見られているとされ、NATO 諸国がこれまでにウクライナ軍に提供してきた榴弾砲弾はアメリカだけでも90万発以上とされていて、1日に数千発使用しているウクライナ軍の在庫は枯渇に近い状態になっているのではないかと見られているよ。また、
NATO 諸国もアメリカを含めて自国が必要としている在庫の確保を無視して、提供し続けてしまうと安全保障に大きなリスクを背負うことになるみたいなんだって。そのため、このことについて一つの解決策として、ウクライナ軍も使用している旧ソ連規格の 152mm 榴弾砲弾の生産が検討されていたところ、ウクライナ軍参謀本部11月29日、ウクライナ国営企業であるウクロボロンプロム社が 152mm 榴弾砲弾の生産を開始したことを明らかにするとともに、ウクロボロンプロム社製とされる 152mm 榴弾砲弾を公開したんだよ。現在ウクライナ軍が保有している榴弾砲は NATO 諸国から供与された 155mm 榴弾砲より、旧ソ連製の 152mm 榴弾砲の数が多く、ウクライナ軍も使い慣れているらしい。これまで 152mm 榴弾砲弾については旧ワルシャワ条約機構に加盟していて、現在 NATO に加盟している東欧諸国や第三国などから 152mm 榴弾砲弾をかき集めていたほか、ロシア軍が放棄したものなどを使用していたのであったんだよ。ウクロボロンプロム社の今後の生産量がどれほどのものとなるかは不明であるけど、152mm 榴弾砲弾の他に旧ソ連時代からの兵器としてウクライナ軍が使用している 122mm 砲弾の製造も開始したとされていて、合わせて相当数の砲弾を自前で供給することが可能になるのではないかとの見方が広がっているみたい。そうだったんだね。旧ソ連製の 152mm の榴弾砲を使い慣れてるイルなら榴弾砲を自前で供給できるようになれば枯渇になる状態も防げるかもしれないね。さらに、NATO はウクライナ軍が使用する旧ソ連規格の弾薬や、兵器のスペアパーツの製造にも投資をして増産させることが検討されていて、具体的にはチェコ、スロバキア、ブルガリアなどにある旧ソ連規格の砲弾工場などに NATO が投資することで生産を再開させると見られているよ。アメリカのブリンケン国務長官は NATO 外相会議が開かれているルーマニアの首都ブカレストにおいて11月30日、ウクライナ軍で使われている旧ソ連製の弾薬や兵器製造を東欧諸国において、実施するために必要な資金援助などを NATO が検討していることを明らかにしたね。ブリンケン長官はこの中で我々はウクライナが望み、彼らにとって最も効果的なものの調達を確実にするためのあらゆる選択肢を考慮に入れているとして、ウクライナ軍に供与して効果的なものの一部には、彼らが数十年にわたって使い続けてきた旧ソ連製の兵器とその弾薬であると指摘した上で、これらの兵器の弾薬の供給をウクライナ軍に対して確実に実行しなければならないとしたんだって。そう話した上で、東欧諸国においては旧ソ連時代の弾薬や兵器の製造がしばらくの間なされておらず、停止している製造ラインを再開させた上での対応が必要になるかもしれないとして、そのための資金を NATO が提供すると述べたよ。このブリンケン国務長官が明らかにした、ウクライナが用いている旧ソ連時代の兵器や弾薬の製造に対する資金援助などについては、アメリカのニューヨークタイムズが先に、NATO はチェコ、スロバキアやブルガリアにある旧ソ連時代の弾薬や兵器工場への投資を話し合っているとした上で、この投資は、旧ソ連製の榴弾砲や戦車など、その兵器や装備を依然として大きく旧ソ連時代のものに頼っているウクライナ軍の事情を踏まえ、これらの光景に適合する砲弾の製造を再開するのが目的と伝えていたんだよ。ウクロボロンプロム社や東欧諸国の工場の生産量がどれほどのものになるかは不透明であり、ウクライナ軍に対してどれだけの量の旧ソ連規格の弾薬や兵器修理用のスペアパーツなどを製造して提供できるのかは不明だが、アメリカをはじめとする NATO だけに頼らずに、旧ソ連製兵器を活かしつつ砲弾不足が解消できるのであれば、227mm ジーマースロケット弾や 155mm 榴弾砲弾の不足が緩和される可能性に期待が広がっているらしい。激戦が伝えられているウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州バフムートにおいても、旧ソ連製の 152mm 榴弾砲や 122mm 砲が砲兵戦の主力であることが伝えられていて、ロシア軍との違いはウクライナ軍が民間製の安価な偵察用ドローンを駆使して攻撃目標の座標を正確に掴んでいるのに対して、
ロシア軍の砲撃の精度が低いことと、ウクライナ軍の砲弾の数が圧倒的に足りないことだとされていて、最前線ではこれらの弾薬がいち早く届けられることを願っているとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ東部にあるドネツク州で、ウクライナ軍とロシア軍による戦闘が激戦となっているみたいだね。勢いが弱まっていたロシア軍が、ここへ来て打倒ウクライナ軍として動きを強めているってわけか。ウクライナ軍は、勢いをつけ始めたロシア軍を引き止めることができるのかな。さて今回は、東部ドネツク州での最激戦を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、ロシア軍は南部にいるロシア軍を東部に集中させるという戦術をとっているんだけど、南部ではアントノフスキー橋が完全に破壊されているんだ。それによりウクライナ軍のドニプロ川への渡河を阻むことに成功したと思っているようだけど、現在の戦況は、ますます厳しくなっているみたい。60キロも後退するほど追い込まれているしね。3月にロシア軍によって占領されていたヘルソン州の首都ヘルソン市は、その後ロシア軍が放棄した場所で、2022年11月11日時点でウクライナ軍がヘルソン州の首都ヘルソン市を奪還してから1週間が経過していたよ。しかし、その後はロシア軍ウクライナ軍ともに大きな動きができないまま、東部戦線南部戦線ともに局所的に激戦が展開されている状況なんだ。ロシアがウクライナ侵略を開始した2月24日以降、クリミア半島から進撃してきたロシア軍部隊がある作戦を立てたんだ。ヘルソン州を二部するかのように流れる大河ドニプロ川ドニエプル川とかをする前に、ヘルソン市に架かるアントニフスキー橋と、そのそばにある鉄道橋を爆破し、ドニプロ川で防ぐという作戦内容だったんだけど、ヘルソン市の行政組織や、検察組織やウクライナ保安庁 SBU 内の上層部にロシア側の協力者がいたのが誤算で、ロシア軍が迫っていたにもかかわらず、橋を落とさずやすやすと溶かさせてしまう結果となったんだよね。それによりヘルソン市は陥落し、ドニプロ川西岸のヘルソン州及びムイコラーエウ州を広く占領され、一時はロシア軍がムイコラーエウ州の州都ムイコラーエウ市の近郊にまで迫る状況となってしまったんだ。しかし、3月に入ると展開が一変し、ウクライナ軍は、圧倒的な戦力差のあるロシア軍の進撃を止める抵抗を見せ始め、戦うために足りない戦闘機や戦車重火砲の支援を受けたってわけ。トルコ製の攻撃ドローンバイラクタル TB2 をはじめ、西側諸国から供与された携帯式の対戦車ミサイルジャベリン、対空ミサイルスキンガーなどの武器支援を受け、それらをうまく活用して、ロシア軍を苦しめることに成功したな。それにより、首都キーウに迫っていたロシア軍をロシア国内やベラルーシに撤退させ、東部戦線ではウクライナ第2の都市ハルキウを守り、南部においてはムイコラーエウに迫っていたロシア軍部隊を押し返すことができたってわけ。その後、ウクライナ軍は、その間に愛国心に燃えて軍に志願するウクライナ人に訓練を施して部隊を練成し、西側諸国から供与された最新兵器高機動ロケット砲システムであるハイマースをはじめ、北大西洋条約機構NATO各国から供与された自走式牽引式各種の 155mm 榴弾砲と、それらから発射可能な GPS 精密誘導かつ 90km もの長射程距離を持つロケット弾 M30、M31 や、M982 エクスカリバー榴弾砲弾などを使用することにより、ロシア軍の兵站施設や補給線に打撃を与えて弱体化させ、反転攻勢に転じたんだ。8月末には、南部戦線にハイマースなどにより弱体化したロシア軍を掃討するとの宣言を行っていたんだけど、これはロシア軍を引きつける陽動作戦で、この陽動作戦をしたことで、ウクライナ軍は虎の子的な存在である機甲部隊を東部ハルキウ州に投入して攻勢に転じることに成功したよね。この攻撃に驚いたロシア軍を、瞬く間に改装させてハルキウ州を奪還し、現在はドネツク州とルハンシク州において慎重に非占領地奪還作戦を展開しているぜ。そして、南部ヘルソン州の戦線においては、
ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していたロシア軍部隊をドニプロ川まで追い詰め、進退極まったロシア軍は11月11日にヘルソン市を含めてドニプロ川西岸から東岸に撤退させ、この結果、ウクライナ軍は3月以降ロシア軍に州都として唯一占領されていたヘルソン市を奪還したってわけ。まさにウクライナ軍の作戦勝ちといったところだね。その後、22日までの間については東部戦線も南部戦線も大きな動きはなく、南部ではドニプロ川を挟んで睨み合う形となっていて、東部戦線では、ルハンシク州西部をウクライナ軍が少しずつ東に戦線を動かしているものの、ドネツク州ではバフムートで逆にロシア軍が攻勢に出ているとされているよ。それからしばらくは、ロシア側と西側諸国からの情報ばかりで、ウクライナ政府や参謀本部、軍が発信する戦況に関する情報がほとんどなく、ウクライナのゼレンスキー大統領もビデオ演説などで多くを語っていなかったね。この驚くべき状況は、8月末から9月にかけてハルキウ州奪還作戦を展開した際の状況に似ていると言われているよ。そのため、ウクライナ軍による統制によって情報が遮断されている可能性が指摘されているみたい。また、ロシア側から入ってくる情報については、これまでのような旧日本軍の大本営発表的なフェイクが盛り込まれたものではなく、ロシア軍の苦戦を素直に伝えるものが出てきていることが興味深いとする声が上がっているんだ。特に、侵略開始直後には言論統制を受けていたとみられる、ロシアの独立系メディアからの情報発信が活発になっているらしいな。そして、11月にとある独立系メディアが、東部戦線において9月21日の部分的動員令によって動員されたロシア軍の動員兵部隊が、500人以上の戦死者を出したと報じるなどをしているぜ。この報道に関しては、ロシア国防省が否定する声明を発しているんだけど、その中では、ロシア軍の動員兵たちがろくな訓練を受けず、満足な装備を持たされずに最前線に送り込まれて戦死者が増えていることが、SNS などに投稿されていて全くのフェイニュースではないと見る向きが多いとのこと。この独立系メディアはビョールストカと呼ばれていて、5日に動員兵の生存者の話として、11月に最前線に配置され、塹壕を掘るように命じられたものの、570人の部隊にシャベルが満足に与えられないまま、ウクライナ軍の激しい砲撃を受けて500人以上が戦死したとの証言を報じたんだ。その一方で、ウクライナのゼレンスキー大統領は11月20日のビデオ演説において、東部ドンバス地方のルハンシク州の戦線でロシア軍の攻撃が激化しつつあって、20日だけでも400回近い砲撃を受けたと述べているよ。そして、ゼレンスキー大統領はさらにこれまで同様、最も激しい戦闘はドネツク地方で行われているとした上で、ドネツク州では天候悪化のために20日の攻撃は減少したが、ロシアからの攻撃は残念ながらまだ毎日のように行われ非常に多いと語っているね。ロシア軍は、ヘルソン州のドニプロ川西岸から撤退させた部隊を東岸に置いて再編成させた後に、その大部分をドネツク州に転戦させたとみられ、ウクライナ軍がリマンを奪還するなど有利に展開していた戦況が次第に膠着しつつあるものとみられているぜ。ロシア軍の移動については、ヘルソン州とザポリージャ州に展開している部隊を合わせて再編成しているとの見方があり、そのため、ウクライナのレズニコフ国防相はロシア軍は正規軍の中でも指揮トレンドが高い空挺部隊、特殊作戦部隊、海軍歩兵などを集めて精鋭部隊を構成しており、その精鋭部隊の大部分はザポリージャ州のメリトポリに再配備されているものとみられるとしているんだ。その他、一部の部隊をベラルーシとの国境に移動させて首都キーウ方面に再び侵入しようとするかもしれないと指摘していたよ。その一方ロシア軍のスロビキン総司令官が、ヘルソン市の市首を言命するプーチン大統領に対して、ヘルソン州の州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していた部隊を撤退させる代わりに、ドネツク州を完全制圧することを約束したとの情報があるんだ。ゼレンスキー大統領が指摘したように、ドネツク州における戦線が激戦となっていることが、再編された部隊をドネツク州に配備することをプーチン大統領に約束したとされる。
スロビキン総司令官の動きを裏付けているとの見方が広がっているね。ドネツク州では、民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートで攻勢に出ているなど、ウクライナ軍が押され気味の地域もあり、ここにヘルソン州から撤退した2万とも3万ともされる大部隊が投入された場合は、ドネツク州のウクライナ軍がさらに劣勢に立たされる恐れがあるとする声があるな。しかしながら、ロシア軍が再編した部隊をすべてドネツク州に送った場合、東部戦線のウクライナ軍がその攻撃に耐えることができるなら、ウクライナ軍は手薄になっているヘルソン州の南半分を奪還して、占領されているザポリージャ州のメリトポリやアゾフ海沿岸のマウリポリなどの諸都市を解放するのが最良と示しているぜ。そのため、国際社会ではここから厳冬期までの間の両軍の動きに注目が集まっているみたい。ロシアも勢いを取り戻してきたけど、ウクライナ軍に追いつくことができるのかな？冬を越した国が、このロシア・ウクライナ戦争を制すのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのメディアが、バイデン政権がウクライナに対して射程距離150キロのロケット弾の供与を検討していて、早ければ2023年の春頃には供与する可能性が高いと報じているよ。長距離ロケット弾があれば戦略の幅が広がるし、ウクライナにとっては良好だね。この供与をロシアがどう捉えるかも気になるところだけどね。さて今回は、ウクライナへ射程 150km のロケット弾が供与されることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナへの供与が検討されていると報じられているのは、GLSDB と呼ばれる 227mm ロケット弾で、すでにウクライナに供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースや、多連装ロケット砲システムマース M207 から発射可能なロケット弾なんだ。GLSDB について詳しく解説するよ。GLSDB とはグラウンドローンチとスモールダイアメターボムの略称で、日本語に直訳すると地上発射型小直径爆弾となるんだけど、単なる爆弾ではなくロケット推進によって飛翔するロケット弾だね。それなのに爆弾と呼ばれている理由は、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾という航空機用の GPS 精密誘導滑空爆弾を使用しているためであり、この弾頭にハイマースや M207 などのマースで使用する M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせているので、正式には航空爆弾ではなく正式にはロケット弾に分類されているよ。GBU-39SDB は重量250ポンド約 128kg で長さ 1.8 メートル幅 190mm の大きさで、アメリカのボーイング社が開発した航空機用の小直径爆弾スモールダイアメターボム SDB だね。航空機から発射後、折りたたまれた翼を展開して滑空し、GPS 利用の管制後方システム INS によって精密誘導され目標を攻撃する爆弾で、速度の遅い滑空弾ではあるものの厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通することが可能とされているよ。CLSDB はこの GBU-39SDB を弾頭として、マース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせた2段式のロケット砲であり、ボーイング社とスウェーデンのサーブ社が2019年に共同開発に成功していて、このサーブ社が弾頭とロケットエンジン部分の接合部分の設計を担当したんだ。ロケット推進ブースターとして利用されている M26 ロケット弾は、MLRS 用の小型クラスター弾頭を持つ 227mm ロケット弾で、アメリカがウクライナに供与しているハイマースや M270 で使用するランチャーから発射することが可能なんだけど、近年のクラスター弾を非人道的兵器として禁止する動きにアメリカが呼応したため不要となって廃棄されつつあるロケット弾なんだよな。この M26 のロケット推進ブースターと GBU-39SDB 弾頭はアメリカ国内に在庫が豊富とされ、それぞれ製造コストが比較的安価であることも利点であり、ボーイング社においては製造するための主要コンポーネントがアメリカ国内で調達可能なことから、断続的かつ大量供給が可能としており、
ウクライナ支援によって余剰弾薬が不足気味と言われているアメリカ軍にとっては願ってもない話であろうと見られているよ。GLSDB は M26 のロケット推進ブースターによって推進した後、弾頭の GBU-39SDB が切り離され、その後 GBU-39SDB は自らの翼を展開して無動力で滑空し、GPS 衛星測位システムの電波情報によって目標の座標まで誘導され、3メートル以内の精度で命中するんだ。また、弾頭部分が滑空して方向転換が可能であることから、360度あらゆる方向に発射しても目標を指向して飛行することが可能であり、目標が山陰などに印されていても攻撃が可能なことと併せて、発射場所を選ばないごとも大気な利点だな。なお、正式名称を日本語で爆弾と直訳すると単なる航空爆弾と間違われる恐れがあり、日本で呼ぶ場合には地上発射型 SDB とするか単純に GLSDB とした方が、この兵器の性能をよく表していて良いとの指摘があるね。ウクライナ軍にはこれまで、ハイマースや M207 用の長射程ロケット弾として、GPS-INS 精密管制誘導によって射程 90km の M30、M31 の2種類の G マースグービドマルティプルローンチロケットシステム誘導多連装ロケット砲システム用ロケット弾が供与されて、ロシア軍の後方兵站集積地や補給路などを攻撃して戦果を上げているんだけど、ウクライナ側はこれら G マースよりさらに後方を攻撃可能な長射程 300km の MGM-140A タクムスアーミータクティカルミサイルシステム A タクムスの供与を要求していたんだ。しかし、バイデン政権は、ロシア国内の奥深くまで攻撃することが可能となる A タクムスの供与は、ロシア側をいたずらに刺激してエスカレーションを高めることになるとして、ウクライナへの供与を拒否していて、万が一の間違いを防ぐために、ウクライナに供与したハイマースや M207 においては、A タクムスが発射できないように改造しているとの情報もあり、この GLSDB が供与されることになるかどうかについては不透明だな。この射程 150km の GLSDB がウクライナに供与された場合、ウクライナ軍はこれまで以上に前線のより後方にあるロシア軍の兵站施設や司令部などを攻撃することが可能となり、たとえヘルソン市周辺からロシア軍が塹壕などを掘って防御陣地の構築を急いでいるとされているクリミア半島北部や、要塞化を進めているとされているザポリージャ州メリトポリなどに対して、ピンポイントでのロケット攻撃が可能となるからね。さらに、ヘルソン州全土を奪還して、ウクライナ軍がアゾフ海沿岸に達することができれば、クリミア半島とロシア本土との間のケルチ海峡を結ぶ重要な補給路であるクリミア大橋も直接攻撃して破壊することが可能となるため、バイデン政権としても供与については慎重に検討せざるを得ないのではないかとの見方もあるよ。また、この GLSDB を急速に大量に製造するには、これまでとは異なる生産ラインの構築なども必要であり、もし供与されることが決定したとしても、やはり実際にウクライナに渡されるのは2023年の春以降になると見られているぜ。なお、アメリカ軍ではハイマースと M270 で使用する最大射程 150km の新型ロケット弾として、ERGMLRS 射程遠心誘導型マースと呼ばれる M403 と M404 と、呼ばれる新しいロケット弾の開発が進められていて、2023年春頃には生産開始が予定されているな。アメリカ軍が GLSDB と同じ射程距離の ERGMLRS M403 と M404 の開発わざわざ進めていた理由は、GLSDB では戦術したように、滑空時の空気抵抗によって飛行速度が低下して遅くなるため敵の迎撃を受けやすくなることが弱点とされている他に、最終突入速度が遅いために貫通力も弱くなることなどが問題視されているためみたい。ただ、この先に実戦での試験を実施した上で迎撃突破にさほど問題ないようであれば、コストが安い GLSDB の再評価が高まって、ERG マースと供用される可能性は残されているよ。しかし、ウクライナ軍はこれら長射程ロケット弾の供与を受ける前に、どうやら 1000km も離れたロシア軍の拠点を攻撃する術を獲得していたらしいよ。12月5日、ウクライナ領内から発射されたとみられるドローンによって、
ロシア国内の2カ所の空軍基地が攻撃を受けたとしてロシア国防省が発表したよね。ドローンによる攻撃を受けたとされる3つの空軍基地のうち1つは、首都モスクワから南東にわずか 200km ほどのヤザン州にあるジャーギレボ空軍基地で、この基地はウクライナ領内から 500km 以上離れていて、もう1つのロシア西部サラトフ州のエンゲルス空軍基地に至ってはウクライナ領内から 700km 以上の距離があるんだ。ロシア国防省の発表では、攻撃に使用されたドローンは旧ソ連において1970年代後半から1980年代にかけて使用されていたツポレフ141ストリーフとされていて、1989年までに退役していたものの、140機ほど生産されたうちの大半がウクライナ国内に残されていたとされ、ウクライナ軍では2014年に勃発したドンバス危機などで現役に復帰させて使用していたよ。ストリーシュはターボジェットエンジンによって、最高時速 1100km、巡航時速 1000km、航続距離 1000km の性能を持ち、長距離飛行が可能な偵察用ドローンで、ウクライナ軍はストリーシュの偵察用機器を収めるスペースを弾頭に改造し、最新の誘導システムを搭載することで行動半径 1000km のジェット推進攻撃型ドローンとして運用し始めたのではないかと見られているんだ。ウクライナ側はこのドローン攻撃が自分によるものとは認めていないが否定もしておらず、ロシア国内においては国内にある軍事施設を攻撃される懸念が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW が11月27日に南部ヘルソン州における戦況分析を発表し、ロシア軍がドニプロ川ドニエプル川東岸にウクライナ軍が渡河作戦を仕掛けることを想定して、渡河を阻止することは難しいとして塹壕などを掘って備えていると発表したみたい。レポート内ではウクライナ軍が盛んに調査を進めているとされている。ドニプロ川河口にあるキンバーン半島上陸からの反攻も警戒しており、防ぎきれない場合を想定してクリミア半島北部の陸続きとなっている地域に塹壕を掘るなどして防衛線を構築しているとしているね。そうだね。さて今回は、ロシア軍がドニプロ川東岸に塹壕を構築していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍がヘルソン州のドニプロ川東岸地域をウクライナ軍に奪還されることで、クリミア半島への補給路は東端のケルチとロシア本土南部アルタマン半島とを結ぶクリミア大橋だけになり、その橋を攻撃された場合は海路による補給路しかなくなるため、ロシア軍にとってヘルソン州のドニプロ川東岸は絶対に死守しなければならない地域であるけど、これらのことから判断してロシア軍はヘルソン州の防衛が難しいと見ているのではないかとの見方が広がっているみたい。また、キンバーン半島へのウクライナ軍上陸については、現時点で確認できる情報がなく、ウクライナ兵の上陸が真実であったとしても単なる威力偵察であった可能性もあると見られているが、キンバーン半島から 5km ほどを隔てた対岸にある、ムイコラーユ州オチャコフにはウクライナ海軍基地があり、2022年6月下旬にはドニプロ川に召喚隊を編成して配備したとの発表があるよ。かつてのウクライナ海軍では、水陸両用作戦の際に必要不可欠な大型揚陸艦2隻、中型揚陸艦1隻、小型揚陸艦5隻を保有していたが、その後2014年のクリミア危機でセバストポリがロシア軍に接収されて以降はどれだけの艦艇を保有していて、稼働状態にあるのかについてはほとんど情報がないんだって。ただ、現在のウクライナ海軍に大部隊を輸送する能力がないとしても、キンバーン半島防衛のために配属されているロシア軍に対して対岸から猛烈な砲撃を浴びせ、後方補給路を遮断することで橋頭砲を確保するのは難しいことではなく、主力部隊を貨物船などで輸送することも可能との指摘もあるよ。その一方で、ウクライナ軍がすでにドニプロ川東岸に渡河している可能性を示す情報も出ていて、ヘルソン州オレシキーのリシク市長が14日に、ドニエプル川東岸に位置するオレシキーを解放したと思わせるような画像をテレグラムや、
Facebook に投稿したことで西側メディアの注目を集めていたが、ヘルソン州議会のセルヒー・クラン副議長が東岸のオレシキーのみならず、ヘルソン市の上流約 60km にあって水力発電所とそのダム及び橋梁があるノーバカホフカとカホフカの解放に言及したことで、ドニエプル川東岸にウクライナ軍が渡河した可能性があるとの噂が広まっているみたいだね。ウクライナ国防安保委員会のダニロフ氏は11月14日夜のテレビ番組へ出演した際、司会者からオレシキー解放が真実か?と尋ねられた際に否定も肯定もせず、ウクライナ軍参謀本部の公式発表を待ってほしいと述べており、これら情報の一切についてウクライナ軍が、東部ハルキウ州奪還作戦の時のように報道管制を敷いていると見られ、ウクライナ軍参謀本部などから突然ヘルソン州奪還との劇的な発表があるかもしれないとの憶測も出ているらしいよ。また、戦術したヘルソン市の対岸、ドニプロ川東岸のオレシキーをウクライナ軍が奪還して解放したことが事実であれば、ここを抑えたことで、ウクライナ軍はアントノフスキー橋の修復か、あるいは橋桁などを利用した浮き橋やフェリーポイントを設定することが可能となり、現時点で精密誘導ミサイルの在庫の枯渇が報じられているロシア軍がこれらを攻撃するのは難しいと見られているぜ。ロシア軍がウクライナ軍のドニプロ川渡河を防ぐ唯一の手立ては、上流のノーバカホフカにある水力発電所のための巨大なダムを破壊して、カホフカ貯水湖の大量の貯水を一気に流すことで下流の大洪水を引き起こすことであったらしいな。これについてはウクライナ側も警戒を強めており、ゼレンスキー大統領もロシアの新たなテロ攻撃を防ぐために、世界中の誰もが協力かつ迅速な行動を取る必要があるとして、ダムを破壊すれば大規模な災害を引き起こすと訴え、ロシア軍によるダム破壊は大量破壊兵器の使用と同様とみなされるとして国際社会にロシア軍によるダム破壊を阻止させるように働きかけているんだよ。ダムが破壊されたら大洪水が起きて大規模な災害が引き起こるとなればどうにかしてでもダム破壊は阻止したいよね。また、ノーバカホフカに関してウクライナ側のパルチザンがロシア軍がノーバカホフカから、占領行政の関係者や協力者などをすべて連れ出したとの報告をしたと伝わっており、オレシキーに続きノーバカホフカもロシア軍が事実上放棄したことが事実であれば、ウクライナ軍はノーバカホフカのダム上にかかる橋梁を修復して西と北からヘルソン州のドニプロ川東岸地域に進撃することが可能となるな。これらの動きについては西側諸国の衛星画像で簡単に判別できるはずであるが、これまでのところ衛星画像で動静を伝える報道がないぜ。ウクライナはこのところ天候不順が続いていてぬかるみが発生しており、このために両軍ともに動きが取れないのではないかとの見方もある中で、実は衛星画像などの発表をウクライナ側が統制をかけている可能性もまた否定できないんだよ。さらに一方で、イギリス国防省が11月28日に、ウクライナ軍によって解放されたヘルソン市は、ドニプロ川東岸の後方に下がったとされるロシア軍砲兵部隊の射程距離のうちに収まっているため非常に脆弱で、毎日激しい砲撃を受けていると指摘しているのであるが、ロシア軍の 152mm 榴弾砲の通常砲弾による砲撃であれば、ウクライナ軍が供与されているアメリカをはじめとする、北大西洋条約機構NATO各国の 155mm 榴弾砲の通常砲弾で届く範囲でもあり、一方的に砲撃を受けているとのイギリス国防省の発表に疑問を呈する声もあるみたい。ウクライナ政府は解放したばかりのヘルソン州はロシア軍によってありとあらゆるインフラを破壊されていて、暖房を供給できないという理由で残っている住民の避難を開始しているとされ、ウクライナ軍は激しい戦闘が想定されているドニプロ川沿いの地域を無人化しておき、住民の被害を最小限にしようとしている動きではないかと見られているぜ。ヘルソン市に限らず、ロシア軍は10月以降ウクライナ国民の戦意を削ぐ目的で、ウクライナ全土への民間インフラ施設への大規模攻撃を継続していて、電力これから厳しい冬を迎えるウクライナ全土において 30% の電力不足の状態となっており、各都市では計画停電などが実施されているらしいな。このことへの対策として、アメリカ国務省が11月29日にウクライナに対して、
5300万ドル約73億円のインフラ整備支援などエネルギー安全保障に関する支援を行うと発表したんだって。これは、ルーマニアで開催された G7 主要7カ国会議の外相会談において、アメリカのブリンケン国務長官が表明したもので、具体的には電気インフラ整備に必須な変圧器やブレーカー、そのための車両などを提供するということだとされているみたい。このような状況下においてゼレンスキー大統領は国民に対して、テロリストであるロシア軍が新たな攻撃を計画しているのは確実で、彼らはミサイルを手にしている限り、残念だが攻撃をやめることはないと指摘したよ。そして、寒さが厳しくなるこれからはこれまでと同様かそれ以上に厳しいものになるとし、互いに支え合って団結するよう促したみたいだね。その一方でウクライナの寒さはウクライナ側に有利に働くとの見方もあり、イギリスのこと専門家マイケル・クラーク氏は、氷点下の気温が続き地面が凍ると、塹壕にいる兵士には凍死者が出るとし、西側諸国の支援でより良い装備を持ち、良い食料を得られるウクライナ部隊の方が、ロシア軍より有利となるとの予想を示しているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア南部ベルゴロド州でウクライナ軍が集合住宅と弾薬庫を砲撃したという情報が入ってきたよ。ウクライナ軍の砲撃とロシアは言っているが、ロシア軍の出来の悪い砲弾が発射方向を誤って自国領内に着弾したのかもしれないよね。ロシアならそんな間抜けな事故も起きそうだよね。さて今回は、このベルゴロド州の弾薬庫と集合住宅への砲撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。10月13日、ロシア南部のウクライナ国境に近いベルゴロド州で、ウクライナ軍の砲撃によって弾薬庫で火災が発生、集合住宅などが損壊したと同州のグラトコフ知事がメッセージアプリのテレグラム上にアップしたよ。そのメッセージにはウクライナ軍がベルゴロドを砲撃し、グブキン通りの集合住宅が被害を受けたとあり、攻撃を受けたのはベルゴロド市近郊のクラスノエという集落の学校の校庭付近と言われていたけど、幸いなことに学生たちは自宅でオンライン授業中だったので死傷者はいなかったみたい。知事はその後もテレグラムへの投稿を続けていて、ベルゴロド州内の弾薬庫がウクライナの砲撃によって爆発し、火災が発生したという情報を発信しているね。こちらも村民は避難していたので、死傷者は出なかったらしいな。この知事は以前からテレグラムにベルゴロドがウクライナ軍の砲撃を受けていると何回も投稿していて、数日前にはウクライナ軍が電力施設を砲撃したため、一時的に停電し、2000人に影響が出たと投稿しているが、ウクライナ側はこの投稿について関与を全面的に否定しているよ。ウクライナの砲撃にせよ、ロシアのプロパガンダにせよ、死傷者が出なかったことは幸いだよね。一方のウクライナのポドリャク大統領府顧問はベルゴロド州知事の主張を否定すると同時に、ロシア軍はウクライナ第二の都市ハルキウを砲撃しようとしたが、何らかの不具合のため失敗したのだろうという見解を示したんだけど、こちらに関しても今のところ詳しいことは伝わっていないんだ。地理的にもベルゴロド市とハルキウ市との距離は国境を挟んで 60km ほどで、ウクライナ側の国境付近からならば、高機動ロケット砲システムハイマースを使用しなくても、榴弾砲による通常砲弾でも砲撃可能と見られているよ。しかし東部戦線のウクライナ軍は、報道の通りハルキウ州奪還後、ルハンシク州のスパトボ方面やバフムートの攻防戦に兵力を集中していて、このベルゴロドはドンバス地方のロシア軍補給線から外れてしまった形になっているから、その地域をあえて砲撃する理由はないという指摘もあるみたい。つまり、実はロシアによる自作自演の偽旗作戦ではないのかという見方が広がりつつあるってことか。またネットの掲示板や SNS などでは、ベルゴロドが炎上している映像や画像にこれが本当にベルゴロドの様子だったら、砲撃のせいだとするには火災が小規模であるという指摘もあり、やはりロシアの自作自演かパルチザン的活動、もしくはロシア国内のプーチン政権に反対する勢力によるものではないかという推測も出ているらしいね。東部戦線では、
ウクライナ軍が電撃的にハルキウ州ほぼ全土を奪還した後、ルハンシク州のスバトボ方面、ドネツク州の北部リマンを奪還を、スラビャンスクやクラマトルスクを拠点にドネツク州北部の要衝バフムートまで進んで、ルハンシク南部のリシチャンシクやセベロドネツクの奪還を伺う動きを見せていたよ。しかし、以前からロシア軍はドネツク州の完全制圧を目指して、スラビャンスクとクラマトルスクの制圧を第一目的としているので、道筋のバフムート近郊で両軍の激戦が展開されていて、ゼレンスキー大統領が10月8日のビデオ演説でドンバス地方の我が軍はバフムート方面で陣地を維持しているが、厳しい戦闘となっているといったことで一進一退の攻防が続いている事実が明らかになったんだ。そういった状況下で、13日には東部ドンバス地方の親ロシア派武装勢力が、バフムート近郊の2つの集落を掌握したと発表していて、ウクライナ軍が優勢と見られている中で、ロシア側が唯一支配ここで地域を広げたということになるね。テレグラムに投稿された内容だけど、新ロシア派武装勢力はロシア軍の支援を受けたドネツク人民共和国と、ルガンスク人民共和国の合同部隊が2集落を解放したとのことで、ロシア正規軍とは全く違って、士気の高い新ロシア派武装勢力がウクライナ軍の反攻を食い止めているという見方をしているよ。また、この地域にはプーチンの私兵とも呼ばれるロシアの民間軍事組織ワグネルの部隊も配備されていて、前述のドネツク人民共和国などへ支援をしているロシア軍とはワグネルのことを指しているのではないかという指摘もあるようだな。その一方、肝心のドンバス地方のロシア正規軍は敗退を続けているらしく、仮に親ロシア派武装勢力やワグネルがバフムートを制圧できたとしても、さほど時間を置かずにウクライナ軍に包囲され、補給路を断たれる可能性も高いと推理されているぜ。何度も言うけど、周辺にいるロシア正規軍の士気は乏しく、兵力も少ないことを無視できない。つまりロシア正規軍が士気の高い新ロシア派武装勢力の足を引っ張りかねないってわけ。西側のメディアや軍事ジャーナリストなどもバフムートにこだわるとロシアは、新ロシア派武装勢力や民間軍事組織など戦意の高い貴重な兵力を失ってしまうことにもなりかねないという推測を公言しているよ。旧ソ連の構成国であったウクライナには旧ソ連に愛席を抱いている人も多く、その思いが高じて、ウクライナから独立してロシアに入りたいと願うエネルギーになったんだろうね。新ロシア派勢力は東部や南部をウクライナ軍に奪還されれば彼らが言うところの祖国を失うことになるわけだし、反ウクライナの士気は高いと思うよ。実のところ、現在のロシア軍の中では彼らが最も手強い存在と言われているみたいだしね。南部ヘルソン州では東部は違って、国家の樹立宣言を出すほど新ロシア派の力は強くないし、戦力もほとんどないから、ウクライナ軍の反攻を防ぎきれず敗走を続けるロシア軍への不満が溜まっているらしいと聞くよ。ヘルソン州の新ロシア派幹部で副知事を自称しているストレモウソフ氏は6日、通信アプリテレグラムにビデオメッセージを投稿し、ロシア軍への不満をぶちまけているみたい。投稿の中ではロシア軍の敗走が続いていることについて多くの人が、もし自分がこの状況下で国防省だったら、自殺してもおかしくないと言っていると述べ、ロシアのショイグ国防省の責任を追及しているんだって。国防省以下、ロシア軍中枢への責任追及に関しては他国にも動きがあり、ロシア連邦南部のチェチェン共和国はウクライナ戦線に私兵部隊を派遣しているんだけど、カディロフ首長も東部戦線のロシア軍戦略の稚拙さを批判し、私がロシアの国防省なら、無能な司令官の恥を拭わせるためライフルを与えて最前線に送り出すだろうという発言をして強く批判しているよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所の発表だけど、2月24日に始まったウクライナ侵略は首都キーウ攻略失敗などの軍事作戦の失敗や、ロシア国内では部分的動員令への批判が高まっていることなどを受けて、プーチン大統領は国防省にそれらの責任を負わせて自身への追及を避けようとしている可能性があると指摘していて、その上で、プーチンは国防省をこれからもスケープゴートとして使うため、現時点ではショイグ国防省の解任を引き延ばし、いざとなったら全ての責任を押し付けて解任するつもりだろうという分析を提示しているね。
このように、一緒に戦う仲間からも呆れられるほどの醜態を晒しているロシア軍は、戦況を挽回するため、なりふり構わぬ動員によって戦力補強は続けているが、ろくに訓練を受けられず、命のやり取りをする前線に出された動員兵の悲惨な状況が続々と伝えられてきているな。前線のウクライナ軍兵士などの声を聞くと、戦意のないロシア人にはこの戦いは耐えられないだろうと推測されているから、そういった動員兵が多い部隊は軍隊として全く機能していないと言えるんじゃないかな。また、ウクライナ軍兵士からすれば、新しく動員された兵士は簡単に見分けることができるらしく、訓練を満足に受けていない兵士たちは銃撃や砲撃から身を隠す方法を知らず立ち往生したり、恐怖のあまり固まって移動してしまうので、たやすく狙い撃ちできるんだって。ウクライナ軍の前に約500人ものロシア軍部隊が出現したのですが、行動は明らかに新人のものだったので、攻撃すると全員が戦おうとせず、すぐさま逃げたというエピソードもあるらしいな。その場しのぎでは到底役に立たないんだし、特に命がけの戦場では厳しい訓練が必須だと思うな。ロシア軍の士気が低いことはかなり前から指摘されていて、その事実を受けてウクライナ国防省はロシア兵向けに行きたいと名付けられた投降用ホットラインを先月開設しているんだけど、このホットラインはロシアが部分的動員令を発令後から相談件数が大幅に増加したとみられ、ロシア軍の崩壊がいよいよ現実味を帯びてきていると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月16日、ロシア国防省はウクライナ南部ヘルソン州において、ロシア軍が運用している自爆攻撃型ドローンランセットが、ウクライナ軍の地対空ミサイルシステム S-300 を発見して攻撃し破壊したとして、偵察用ドローンによって撮影された破壊した際の動画を発表したよ。しなしながら、その後の調査によってランセットが攻撃して破壊した S-300 はウクライナ軍のものではなく、Z マークが書かれたロシア軍のものであることが判明し、ロシア軍が誤認して自分の兵器を攻撃して破壊したことを自慢げに発表したとして話題になっているな。それが本当ならすごく間抜けな話だよね。呆れてものも言えない状態だよ。さて今回は、ロシア軍が誤って自分の対空ミサイルシステムを破壊したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。S-300 は旧ソ連製の地対空ミサイルシステムなんだけど、ロシア軍とウクライナ軍双方で運用しているため、見た目だけではどちらのものであるかの判別は困難で、攻撃される前のこの S-300 が撮影されている衛星画像などがあり、横から撮られた画像にロシア軍を表す Z マークが書かれていたことからロシア軍の S-300 であることが判明したんだ。S-300 は旧ソ連時代に開発された長距離地対空ミサイルシステムで、ロシア版ペイトリオットミサイルとも言われている汎用対空ミサイルシステムで、S-300PSA10 グランブルと S-300FSAN6 グランブル、それと S-300V に分けられ、対地攻撃用としても運用されているよ。S-300 は通常の超高高度域までの対空迎撃のほか、弾道ミサイル防御システムの一環を担う形での弾道ミサイル迎撃も任務可能とされ、西側の軍事筋が注目している兵器の一つで、ミサイルはメンテナンスフリーの発射筒キャニスターに格納されていて車両に搭載され輸送されるんだ。発射位置での展開時は発射筒を垂直に立てて、コールドローン機方式での垂直発射が行われるよ。システムは発射機、多機能レーダー車両、指揮通信車両、整備車両、補給車両などで構成されていて、発射機には送輪式と送機式の2種類があり、発射後は短時間で撤収して次の攻撃地点への移動と、発射位置を探知された後の攻撃を避けることが可能なミサイルシステムってわけ。このロシア軍が破壊した S-300 の動画をよく見ると、映っているのは多機能レーダー車両と指揮通信車両のみと見られ、ミサイル発射機などがなく、レーダーにも伸縮アンテナなど必要不可欠な装備がないことがわかるな。また、この S-300 が映り込んでいる動画や画像が他にも発見されており、2ヶ月以上もこの場所に設置されていることが判明していて、
本来なら反撃を避けるために発射後に場所を移動しなければならないはずであるのにとても考えられない運用がされており、放棄されたものではないかとの指摘があるよ。そして、この S300 の車両の横に、ロシア軍の装備であることを表す Z の文字が白く記されている画像が発見されたことで、当該の S300 はロシア軍が放棄した S300 であることが判明したってわけ。つまり、ロシア軍は故障などの理由で運用できなくなって放棄した自軍の S300 を自らの攻撃型ドローンによって破壊した動画を、ウクライナ軍の S300 を破壊したとして誇らしげに公表していたことになるね。それをロシア国民に対して発表するというなんとも言葉のかけようのない大恥をかいたことになったわけだね。また、この S300 を攻撃した自爆攻撃型ドローンランセットは、自動小銃メーカーとして有名なカラシニコフグループが開発したドローンで、空飛ぶカラシニコフなどという呼称が付けられているよ。重量 12kg、 弾頭 3kg と手軽に携帯することができ、行動半径は 40km とされ時速 130km で30分間飛行し、GPS などの衛星ナビゲーションを使用せず、独立飛行して標的を発見すると攻撃するという、いわゆる徘徊型の自律攻撃ドローンってわけ。破壊された S300 が放棄されたものであるとすれば、レーダー波を発していたわけではないので、上空からキャッチした画像によって突撃を敢行したとみられ、敵味方を識別するような機能はないものと思われ、この場所に S300 が放置されていたことを知らなかったロシア軍部隊が戦果として公表したのであろうと見られているんだ。ウクライナに展開しているロシア軍正規軍の他に、東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力によるドネツク共和国軍とルガンスク人民共和国軍や、ロシア連邦の一員であるチェチェン共和国のカディロフ首長が私兵として率いている部隊のほか、民間軍事会社であるワグネルの戦闘部隊など多彩な軍隊が入り混じっているため、指揮統制が全く取れていないことが西側諸国からも指摘されており、このような同士打ちのケースは後を絶たないらしいね。このロシア軍の同士打ちについては、10万とも言われているロシア軍死傷者のうち6割が同士打ちによるものとする情報もあり、ウクライナ軍による攻撃での死傷者より同士打ちによる死傷者の方が多いというよ。これもまた事実だとすればなんとも呆れた話だよね。かつては共に旧ソ連であったロシア軍とウクライナ軍は同じ旧ソ連製の兵器を運用していることから、このような同士打ちが起こりやすいこともあり、ロシア軍は戦車や装甲車など軍用車両に Z の文字を書き込んでいると見られているんだけど、視認した上での攻撃であればともかく、ランセットのような徘徊型ドローンには区別がつかず、今回のような滑稽な同士打ちが発生しやすいんだ。ウクライナ軍ではこの機会に、運用している兵器や装備を西側諸国の兵器に入れ替えるとの考えがあると見られているけど、侵略軍との戦闘が継続している状況ではそれもまたなかなか進まず、時間が必要であろうと見られているよ。11月15日にウクライナの西隣にあるポーランドにロシア製ミサイルが着弾して、ポーランド人に死傷者が出た事件では、当初ロシア製ミサイルと報道されたことから、ロシア軍対北大西洋条約機構NATO の戦争に拡大することが懸念され、国際世界が固唾を飲んで成り行きを見守ったんだ。その後の調査によって、同日にロシア軍がウクライナ全土に対して実施した飽和的なミサイル攻撃に対して、ウクライナ軍がミサイル迎撃のために S300 から発射した対空ミサイルが制御を失ってポーランドに着弾したものであることが判明して、国際社会は胸をなで下ろしたらしいな。ウクライナ軍が S300 などの旧ソ連製兵器を運用している限りにおいては、再びこのようなことが引き金となって世界大戦に発展する可能性を否定できないために、ウクライナ軍の兵器や装備を早急にロシアが保有しない西側諸国のものに変更する必要性を唱える声が高まっているよ。ポーランドのブワシチュク国防相が11月23日に、この事件を受けてドイツからポーランドに提供されることになっていたアメリカ製の地対空ミサイルシステム、パトリオットを、ウクライナに供与するよう、ドイツ政府に要請したことをツイッターに投稿して明らかにしているね。ブワシチュク国防省の投稿にはウクライナへパトリオットを配備することで、
ウクライナにおいて死者や停電のさらなる増加を防ぎ、ウクライナと接するポーランド東部国境の安全も向上させると説明しているんだ。ドイツ側では当初、ポーランドのウクライナとの国境地帯にドイツが保有する、パトリオットを配備することでポーランド側と詳細を詰めていると見られていたが、この部はシチュク国防省の提言を受けてどう対処するかについては、今のところ明らかにはされていないな。ウクライナに供与されている西側の最新防空システムとしてはこれまでに、アメリカからナサムスが8機、ドイツからはスウェーデン、イタリアと共同開発された IRISTSLM が4機、またスペインからもイタリア製のアスピーデ18機が供与されることが発表されており、一部はすでに運用訓練を終えて配備が始まっているものもあると見られているんだけど、ロシアによるウクライナへの無差別飽和的なミサイル攻撃がこの先も続くようであれば、さらに追加供与される可能性があるとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。